はようございます。そのホストクラブって何？いやー、ハマっちゃってさ。どこ？この年で50なんてまさか。あやこちゃん、どこのホスト？歌舞伎。歌舞伎のなんて店？多分知らないと思うよ。うんうん。どれぐらいお金使ってんの？でも半年で50ぐらいだよ。ああ、でも結構使ってんね。でも、安いよ。え、いくら？一回。良心的。あ、じゃあ1万円ぐらいで飲める感じなの、飲み放題。1時間で1万円だね。可愛い子いるの？いるよ、いっぱい。みんなね、私のリスナーさんでハマってね、アンズもハマって。アンズちゃんってあれ？板場ばあさん？うん、板場ばあ、ナーボーに似てる子がいるのよ。うん。ナーボーにそっくりな。うん、ナーボーが化粧したら、化粧してスーツ着たら、あんな感じ、なんか兄弟みたいなね、ナーボーの兄弟みたいな感じの子がいて、その子ハマって。へえ。そんで、初めて、来た時は初回で5万使ったのよ。へえ、すごーい。指名を入れて5万円ってこと？うん、そう。うん、それで2回目は150万。時間で。板場ばあちゃんが？そう、あ、そう、うん、あ、それでね、違うわ。予算は130万ねって言ったのに。予算が？うん。なのに、金額、計算間違いで141万になっちゃったんだって。すごい。そんで昨日は51万だって。昨日も行ったの、あの後？うん。私とすれ違い、アンズが帰った後に私が行ったの。うん。だって昨日、誰かとコラボしてなかった？早く帰るのは嫌だから、最後までいたいから遅い時間に行くのよ、私は。ああ、そうなんだ。でも彼女は同伴してないタイプらしくって。はい、昨日配信で出てた子？昨日配信？なんか、板場ばあちゃん家に行くっつってさ、ほら、パルパルとかやってたじゃん。あの子かな？なんだっけ？ゆうくん。ゆうきくんって人。今日休みなんだよ、ゆう。あ、あの人にハマってるんだ。見た。ちょっとゆうきは5000万投資しちゃった人。あ、それはが大阪に出張に行ってる人でしょ、今。いや、よくわかんないけど、で、子供も、もう嫁もいるらしいよ。ああ、って言ってね、みたいだね。で、なんか投資金。うん。5000万円でもっと、ね、増えるって騙されてる。大丈夫かね。でも投資しちゃったから返せとは言えないじゃん。うん。もうあげちゃったってことだもんね。うん、バカだよね。5000万円ってすごいね。でもよく言えないよね。まあそうだね。普通はすぐ逃げちゃったりとかね。まあ訴えられるからね。あ、そっか。金額は金額だからね。だから車買うときも、ちゃんと証明書、住所とか、身元証明書、身分証明書とか見せてもらったらしいよ、ちゃんと。あ、じゃあ、詐欺罪になっちゃうのか、逃げられないように。うん、そう、逃げられないように。あ、じゃあまあ、そういうことはちゃんとやってんだね。だからちゃんと逃げてはいない。だって、訴えられたらたまたまじゃないよ。そうだよね。うん。すごいね、もう、お金。それで、あと、ゆうに300万使うんだって。それで終わり。ゆうくんっていうのは誰なの？だからそのナーボーに似てる。私の担当の後輩。はい。じゃあそこにあやこちゃんは一緒のお店に行ってるってことね。そう。だから一回行ってみたいって言うから一緒に行って。へー。だからね、リスナーさん2人も行ってるよ。あと、カレンとか、赤津とか、姫ちゃんとも一緒に行ったよ、前に。4人で。そうなの。みんな配信。いろんな子連れてる。でもね、今日リスナーさんで、今日たぬきで、ね、同じお店のナンバーワンのね、ハヤトっているんだけど、そこのナンバーワンね。ハヤトくん？うん、うん。でね、私、ハヤトくん指名なんですよって言うから、マジでって言って、うん。で、私、見かけたことあるって言うから、はい、見かけたことあります、何回かって言うから、声かけてよって言って、うん。で、今度よければ、愛子さんと4人で、アフター行きませんかって言うから、あ、いいよって言って、すごくないすごいね。で、私の担当ナンバー2なんだわ。ね、部長で、ね、部長、役職ついて、部長なの。あ、役職がついてる方なのね。そう、ナンバー1は店長なのね、店長。うん。でも今月誕生祭でまだナンバー2なんだよ。悔しくない？そうなんだ。あ、ねえ、ちょっと私も行ってみたい、その店。どんな店なんだろう。あ、一個初回3000円だから90分なので。3000円で90分？うん。そんな安いんだ、ホストって。そうだ、初回は。あ、じゃあ、君、そんで2人指名できんだよ。うん。見直すとか。2回目だと高くなるの？まあ、高いとか、もう指名制じゃないから。うん。でも、セット料金で、ぶっちゃけね、私、何十回も行ってるかわかるけど、うん。ビールとか、ハイボールとか、別料金頼んじゃえば高いけど、割り物？うん。あるでしょ？緑茶とか。うん。ああいうのだけだったら、2時間2万で遊べる。ああ、じゃあまあ、べらぼうに高くないね。そう、良心的なのよ。うん。でね、しかもね、日曜日誕生祭なの。私の担当が。ああ、そうなんだ。大変よ、私も今ね、アイテム昨日と今日全然上がってなくて。それを何つぎ込むの？当たり前じゃなくて、1年に1回しかないんだよ。まあ、誕生祭、何営業されてるってこと？うん、でね、シャンパンタワーできるって言うから、何百万でしょ？ちょっと300万って言うから、いや、それはもう無理。そんなホストに使ったって帰ってこないよ、あいこちゃん。分かってる。50万円あったら自分に投資できるやないの。でも、いろいろ助けてもらったり、元気もらったり、やっぱり。ああ、そういうことね。癒されるから、配信で嫌なことがあったりとか、あるでしょ？うん、そういう悩みも聞いてくれるのね。うん、聞いてくれるし、うん、私の配信も見てるしね、通知取ってるし。あ、見てくれてんな。うん、見てくれてる。うん。そっか。じゃあ今度誘っていくとき。うん。うん。かっこいいよ。もううっとりした王子様。だけど、そうって、ナナトのタイプさ、いるわ。伊藤みたいなの好きでしょ。モンチッチくんいるの、かわいいモンチッチくん。モンチッチくんっていうのがいんの？うん。私でもブスは嫌いよ。かわいいよ。結構ホストは厳しいよ、私。ああ、でもいっぱいいる。やっぱナンバーワンぐらいじゃないとね。うん、ナンバーワンナンバーワン聞きに行っちゃいそう、ナナちゃん。あ、そう。ハヤト聞きに行っちゃいそう。ほんと若い子じゃなきゃやだよ、20代ぐらいの。23歳だよ。ベテランのなんかね、40代ぐらいのホストとかやるよ。40代はいないから。あ、いないの？私の担当が最高齢だから、ナナちゃんと変わんないから。じゃあ、初回で今度連れてって、紹介で。うん。で、私もほら、イベントの時はもう歌舞伎にいるから、5日間ぐらい、ね。アパに、ほら、GoTo キャンペーンで。あ、わざわざホテル取っていくんだ。だってさ、イベントでさ、うるさいって言われても嫌なんだもん。この間、弟と大喧嘩したからもう会いたくないし。なんでまた喧嘩したの？やっぱ、ちょっと聞いてくれる？何？やっぱ女性ってさ、髪の毛さ、すぐ乾かさないじゃん。タオルドライするじゃん。ナナちゃんもそうだし。タオルドライをしながら配信してて、ドライヤーをね。うん。何よ、話長いって。いや、大丈夫だよ、全然。今日は結構まったいな。ドライヤーをね、別の部屋に置いといたの。そしたらね、いつも弟は7時から8時頃お風呂入るのに、うん、ね、11時頃お風呂入り出して。なんでだろう。3時間遅いね、いつもよね。うん。そしたら、なんかボーンってね、お風呂場でバーンってすごい音が聞こえたの。うん。全部、シャンプーとか乗っかってる台を倒しちゃってんの。なんでどうしたの？暴れてるってこと？そう、暴れたの。うん。だから、私はね、うるせえって言って。うん。で、言ったら、なんとか、あんたがバカや、なんとかとかすごい言ってんの、母に。みんなおかしいのね、あいこちゃんちってね。っていうかね、一番弟がおかしい。それはもう両親も言ってる。一番おかしい。もっとやばいな、あいこちゃんに。もう、そう。そんでね、怒るときもうね、目をまん丸くしすぎて狂ってるの。でも普通にお仕事なさってんでしょ？うん、だからもう病院行ってるから。あ、そうなんだ。だからもう高卒で東芝だったのよ、川崎の。あそこの東芝でしょ、工場。そう。あるよね、新庄にね。新庄じゃない、川崎駅。あ、川崎駅の方なんだ。うん。で、半導体作ってたの。うん。だから九州の方に転勤になっちゃって、4年ぐらい帰ってこなかったんだけど、で、たまにお正月とか帰ってたんだけど、うん。もう一生帰ってこれないと分かったから、辞めちゃって帰ってきちゃったのよ。そっから仕事転々として。あれじゃない？配信とか見てんじゃない？もしかしたら。そうだよ。YouTube で見てるよ。だから、あんまり話はしない方がいいんじゃないの？家族の話は。全くしないよ。あ、しないの？そんで母に、家のこと何にもやんなくせにとかすごい言うわけよ。うん。でもね、洗濯やったりしてるんだよ。配信外でね、干したり。あいこちゃんがね。うん、やってんの知らないのよ、あいつは。うん。むっかついちゃって。いや、俺はね、仕事してんの、あいこちゃんは、そう、配信とかね、何もしないみたいな感じね。でもね、父がね、もうね、配信でもお金を稼いでるんだから、働いてるのと同じだろうってね、言いくるめてんだって。うん。ちゃんと家にもね、入れてるし、っつって。あいつおかしいっつって、もう本当に。なんか、でも怖いね、事件ね、あいこちゃん殴られたりとかね。でも殴られたらさ、訴えるから。あ、そういうことか、そうなんないんだ。だからさ、包丁のツイッターのもさ、回ってきてんだよ。知ってんだよ、ツイッターの。ああ、前、包丁出したやつね。01くんの時のやつか。うん、そう、あれも知ってんだよ。ああ、そういうの見ちゃってるから、あれなのかな。だから暇、タバコも吸わないし、酒も飲まないし、女もいないからやることがないんだよ。だから、部屋で見てるみたい、YouTube。じゃあ、ストレス溜まってんだね、お家にね。うん。で、休みの日、1週間に1回やることないのに、5時間ぐらい帰ってこないんだよ。3時間か5時間ぐらい帰ってこないんだよ。だから多分病院行ってるな、精神科。薬飲んでるだし、当たり前だよ、おかしいんだよ。だから、もう母も、ね、父も、疲れちゃって、私に愚痴ってくる。そうなんだ。あいこちゃんもあれだよ、同じ家住んでんだから、やっぱ気を使ってあげないとね。そう、だから、もうね、イベントの時はもうさ、外とかでやるとかね。いないんで、ほんと、もう嫌だよ、お金かかるの、毎日3000円。ああ、しょうがないね、家族だから。しょうがないの。でも、一人暮らししたらで、アンチが多いからさ、1年も経たずにさ、特定されたさ、出て行ってくださいって言われたら、引っ越し貧乏じゃん。そうだし、殺されるかもしれないから危ないよって言われた。まあね。そっか、分かった、あいこちゃん。じゃあ今度聞かして会った時にね。じゃあさ、行きたい時 LINE して。オッケー。いつぐらいに行きたいとか、今週、あいこちゃんいつ行くとか言って。週末とかの方がいいんでしょ？いや、そんなことないよ。分かった。じゃあ連絡するね。はい。頑張ってね。はい。いつも楽しみに見てるよ。はい。見てんのかいみたいな。だけえな、相変わらず話が。あやこちゃんもあれなんだよ。話したいんだろうね。話し相手がいないんだろうね。でもあれだよね。うちもほら、弟と揉めたからさ、まあなんとなくわかるんだよね。その感じね。やっぱお家の中で、実家で配信するとさ、やっぱりね、ってなるよね。うん。うちもほら、弟とかなり揉めたやん。配信でね。やっぱあっちはほら普通に働いてるしさ、ねえ、なんだかわかんないの毎日やっててね、うるさいし、そう、私もね、カラオケに避難したりとかね、なるべく外でやろうとかしてたんだけどね。あと時間帯がね、朝の時間帯だったから、ほら、ちょうどね、夜勤とかで、ほら、弟が寝てる時に配信しててね、うるせえな、みたいなね、あったんだよね。結構そうだったね、うちもね、揉めてね。でも今、普通に家出たらさ、別にね、喧嘩するわけでもないし。お家出んのが一番かな。配信をしたいんだったら、一人で、ね、あやこちゃんね、お金貯めて、ね、そういうのが一番いいと思うんですけどね。